とともにゲームについていろんな話をするブレフロとは関係ないコーナーです。はい、というわけで、はい、今日もよろしくお願いします。バイバーイ。もうこれ6回目、あれ7回目ですね6回目でしたっけ6回目だと思います。あれ6回目これ6回目だよね。6回目、はい、今日も素敵な方に来ていただいてるんですけど、はい、今日はお一人は僕がほとんど同い年なんですけど、はい、ゲーム業界切っての切れ者だと思っているある方に、皆さんよくご存知の会社の方ですけど、はい、来ていただいてるのと、これまでいろんなねこうね、こうなるでしょはい、これカシャーンみたいなね、氷が、うん、はい、大繁盛ですね、お店が。今までもずっとジャーって水道の音がしてたりとかしてましたまあまあで今回も、はい、今までいろんなレジェンダリーな方とかにもね、はい、あんな方やこんな方や前回、ね、前々回名人に来ていただいたりとかしましたけど、はい、今日とうとう神が来ました。ジャスト神ではない神ですね。野島神とかそういうのね、たまに言ってください。野島神とか神柱なんて僕は言われてそんなもんじゃない。ゲームの神様が今日本当にいらっしゃっていただいてますんで、いろんなお話が今までとまた違ったね幅の広い話聞けるんじゃないかなと思ってます。絶対聞けると思います。はい、というわけで早速僕ら3人で映ってもしょうがないんで、はい、お呼びしましょう。今日のゲストのお二人はこの方たちです。どうぞお願いします。どうぞおかけください。マイクをですねつけていただくところがあるんですけど、セルフセルフ、はい、というわけで今日はこの二方に来ていただいております。すごい。じゃあまずは自己紹介、カメラ自己紹介、あちらですね、はい、DNA の渡部と申します。DNA でゲームの事業本部長とやっております。よろしくお願いします。お願いします。そして、はい、東京工芸大学芸術学部ゲーム学科教授遠藤正信でございます今はそういう自己紹介がメインでいらっしゃるとね。正式な肩書き、はいはい、もう多分ゲーム結構ゲーム好きな人とかが結構見てますんであれですけど、もう言わずと知れたゼビウスノルアーが遊びました ね、うんうん、ゲームの神様遠藤さんに今日はお越しいただきました。ありがとうございます。お忙しい中、今日はホットスクランブルの被害者の会ですか。面白かったですね。30年前となりましたでも主題歌がねそのまま入ってたのがすごい良かった。良かったね。なるほどね。そういうなんかね昔話も含め昔話もね。そう、今冒頭ね、はい、ご紹介シーンが東京工芸大学のなんですけど、うん、最近はやっぱりアカデミックな方面が一番行動のメインにされてらっしゃるけど、僕は、うん、その10年ちょっと前ぐらいに、はい、その G モードっていう会社にいた時に、うん、まだ全然僕はゲームプログラマーちょっとやりたての頃とか、はい、から、MGS っていう会社さんと一緒に G モードがよくいろいろ作ってたんで、その時にいろいろ教えをいただきまして、それ以来お付き合いさせていただいてまして、今日は無理くりすごいものに来ていただいてありがとうございます。いやいや、もうあんなに積まれちゃく小ざるを得ないマジですか。俺毎回これやるためにこんな豪華な人たちがノーギャラで来てくれてるんですって言ってるんで、ちょっとそういう誤解を生じるようなものは、飲み代だけで来ていただけてるっていう。何ですか。乾杯してない。あ、乾杯してないですね。はい、店長の香織野さんに乾杯しろっていうシーンが来ました。早く飲めと、はい、今日はちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもはい、ただ遠藤さんはねお酒飲まれないんですよね。あ、ドクターストップでも、いろいろドクターストップ、はい、昔は若い時は飲まれてたんですか。若い時はそれないんだけど、分解酵素がないからやめなさいって。あ、そういうドクターストップ、もともとそんなにとか、僕も昔からご一緒させていただくと、はい、多分2人でご飯食べさせていただいた時もあるんですけど、うん、もうずっとお茶飲みながらなんですけど、へ、飲んでる僕よりテンションが高くていろんなことをお話いただけますんで今日もいろいろご考説をね。そうですね。うん、じゃあ今日は遠藤さんの分は私が飲むと。そうですね。渡部さん飲みますから。渡部さんガンガン飲みます。渡部さんこういう番組出るの珍しくないですか。出ないですね。私メディア嫌いっすよね。もともとね、よくね、表で言いますけど、メディアが大嫌いだ。大嫌い、本当にメディア公言してます、ね、そうですよ、机に時代から一切メディアに出ないっていうのを私はやってますね。
ドラクエで禁止されているのにね。ちなみに私もあの大きい声で言えないですけど、はい、今日積まれたんですよ。ちょっと待って、今頃早速その数分で根幹を入れます。流れやめてください。なんかちょっとあもうこれは出ざるを得ないな、こんな風におしゃれで出てる。社長になると違うなみたいな。すげえ詰まってる。儲かってるからね。違う違う違う、やっぱ詰まれたんで。月賞は230億とか。ね、こんなお忙しいお二人にね、本当にね、何のお願いもなくですね、場所も昨日届くぐらいに、あ、やっぱここですぐらいに来ていて、本当にそういうものを支えられてやってる。なんかガスマスクしたやつに囲まれて仕方なく来たけど、車の中に抑え込まれて。いやいや、何をしちゃいますから。で、本当、でも最近学問の道に、ここ何年ぐらいですか、もう 2,3 年経ちますか。そう、今は、博士課程の学生でもあるので、ここまでいらっしゃったんですか。もう修士が終わった、修士も終わった、この間修士が終わられるって話ですよね。なんでドクターコースに行きながら、うんうん、先生もやってると、はい、この3末でマスターされたと、うん、ね、はい、2、3ヶ月前にこういうのやってるんですけど、もしよかったら来ていただけませんかって言ったら、いいよって話だったんですけど、ちょうど修士論文、そう、地獄のところでこういう忙しいっていう話で、じゃあ終わったら4月にっていうことで今日いただいてるんですよね、はい、今もだからすごい大変、うん、就活の指導とかね、学生のね、はいはい、でも新しい3年生とかが入ってきて、うん、今日はだから3年生とかの指導をずっとやってて、バロバラゲームアイデアの積み重ねじゃねえって言うのが分かんねえのかって言いながら、そのゲームの基本の基本を教えてんだけど、はいはい、またこの基本を知らないプロが多くてね。そうですよね、僕らも全然知らないです。あのちょっと教えていただきたい。いやもうちなみにさ、今日アイディアの積み重ねじゃねえっていうのはどういう感じのことですか。基本的に日本のゲームっていうのは、はい、コンセプトがあって、はい、そのコンセプトを実現するための、はい、ソリューションでアイディアを出すわけよ。はい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 、そういう意味ですね、うん、はいはいはい、それをあの何とかしてコンセプトがなしで、なんかこれいいんじゃないこれいいんじゃないってやって集めたものってクソだし、で面白さないし、仕様変更山のようだし、納期は遅れるし、でどん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 人増えてってね、人件費かかるしっていう、とんでもないじゃない。ありますね。それも間違いで、結局それってアマチュアが作ってるからそうなるんで、プロはそう作らないっていうところは。それ耳の痛い話ですけど、ソーシャルゲームの現場によくある、 IT 企業系から始まったソーシャルゲームの現場にはもうままある話です。ままあるっていうか、彼らゲームなんか分かんないんで。いや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 、いや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 、基本的に彼らは面白いゲームを面白いゲームを作ろうとしてんじゃなくて、儲かるものを作りたい、儲かるコンテンツを作りたいんで、コンテンツはゲームじゃなくてもいいんで。あ、そうですね、おっしゃる通りですね。別にね、神社建ててそれでみんなからお布施取ればいいだけなんで。はいはいはい、多分過去この番組初ですよね。開始5分ぐらいからすごい確信の話に迫れたっていうのを渡辺さんに突きつけられた。でも渡辺さんもともとコンシューマー出身じゃないですか、うんうん、私ね、もともとスケーニーの時って、はい、まあ暴れん坊で、はいはい、作ったこともねえくせにってずっと思ってたんですよ。あ、うん、それね。転職してゲーム DNA の今経営陣とかメンバーって、私めちゃめちゃ実は信頼してるんですよ、うん、で一緒によくその話されますよね、はい、全然実はね、すごく信頼してお互いに協力して、昔だったら噛み殺して大丈夫ですよね。そうです。で、まあ、はっきり言うと今カメラ目線で見ますから、そうです、うん、殺したんですけど、でもすごくね、やっぱりあの自分の考えが狭かったなってすごく思ってます。おう、うん、であの全く同じ知識を持ってエニックスの新卒に入った時に戻ったら、はい、同じことをやるかどうかすごく考えるんですよ。あー、なるほどね。遠藤さんって全く同じ知識を持たれて戻られたら、どういうことやられます？どこに戻る？どこに戻る？もう働き出した時です。スタート。出したナムコの頭ですか？出した時戻ったら、出したら自分でまず会社作らな。ああ、そうですか。あ、それって何がこう違いとしてあるとかってあります？いや、基本的にどうやればいいかっていうのは分かってるわけだから。あ、まあまあ、そりゃそういうことですね。でもあれですよね、ゲームスタジオ作られたのも結構早かったですよね。うん、早いですよね。独立されたのも。あれはだって、26、7ぐらい、26かな、ね、めちゃくちゃ、はい、なんだけど、その頃は会社のことよく分かってなかったから、今会社分かってるから。あ、でもそうですよね。私実は、私もね、すごくこのこと考える。で、会社作るんですか。いや、作らないけど。そう、ね、今いいいいいい、まあ、あ、ちなみに今の使っていいから使っていいけど、今の質問も相当今 DNA の人たちがえってなる。そう、あの今日も来てるからね、今日も来てるから。で、あの本当に会社を
作って物を作るってことと会社の枠組みの中で物を作るって、うん、やっぱすごく違うし、そういうことね、そうですね、今社長やられてますしね。いや、あの僕なんかもう多分なんでやっぱその結局会社を作ってじゃあ会社やるって時に結構当時、うん、若い時に乱暴者だった時に言ってたのは、まあ、ドラッグもやってたので、でスマートフォンのラインも立ち上げて、うん、ケオスリムス持ってってなると、はい、俺がどれだけ稼いでんだよってなるんですよ、うん、気持ちが。それね、俺がどれだけ稼いでんだ、うん、社会人あるあるで、ね、でやっぱその稼いだお金をどう使うかまで見れて初めて、うん、業界が回るなとすごく思っていて、やっぱそこを若い時って全くわからないまま仕事してたなと思うんですよね、うんうん、はいはいはい。例えば若い時ってゲームの開発をやってるとプロデューサーって簡単なんですよね。例えば開発会社さんにとかスタッフに仕事をお願いして開発してます。結構当時ってグレーで、例えばそのビジネスをうまくする我々の側をあの利益を出そうと思ったらお金を払わなきゃいいんですよね、うん、言っちゃうと。とんでもないこと言い出して、いやでも実際そうですよ。給料を、はい、抑えるとか、あとその納期まで来てもやっぱ物がちゃんとできてないということをうまくコントロールすると利益は出るんですよ、ね、そうだよ。そこ外注にね、仕様、ね、変更仕様変更っつって、うん、いやっつって追加見積もりは追加見積もりなんかお前らが悪いんだろうっつって言って、うんうんうん、なんだお前納期までできなかったなって金払わねえぞっていうの、うんうん、安くできる。実際これって契約書にもそういうこといっぱい書かれてるんですよ。で実際これって本当は、うんうん、掘りすぎはいけないものなんですけど、うん、一定のそのお互い資本関係がしっかりしてるところだったら意外にその法律でなかったりとか、当然対等の関係でビジネスをしてたらそこってもう話で決まるものだと思うんですよ。だからやっぱりビジネスとしてやっぱちゃんと成立をさせて関わったメンバーがどう幸せになるかっていうところまで若い時って考えれてなかったなっていうのは思っているので、今は結構そこを考えながら、それこそお金の支払いの部分ですねっていうのはやっぱりすごく気にしながらやってますね。で、あのタイミングでもうちょっとお金払いたいなとか、うん、お金をもらってきてあの会社あのプロジェクトの時に払いたいなと思うことばっかりよね。今日はこれあれですね、うん、経営とアカデミックな話、うん、もう夜8時はやるんだよっていう回で、うん、もう笠井さんが眠くなってきてでも今の話って結構すっかりますよ皆さんもね、うん、天下の片川経営者として僕らも本当同じようないろんなことに、ね、直面してると思います、ね、直面してますよね、うん、特にメディアの方が下手したら、はい、そうゲームの開発そのものよりも直面してるかもしれないですね、うん、私ね全部だと思います。映画も音楽もやっぱりそのコンテンツを作ってる人たちに、うんうん、どれだけのバックするというその才能に考えたかっていうところって、第三次産業の成熟の話かもしれないですね、うん、あとその結局ボラテリティとか、うん、才能ってやっぱ旬があっていつか枯れるんじゃないかってものに対しての、うんうんうん価値、うん、でもそれを社員として雇ってしまうことの怖さと、うん、その給料という考え方っていうのが、うん、何かこ う, そうす、ね、間違ってるんじゃないかなと すごく思いますね。確かに堀井さんはもうみんな多分一般のねユーザーの皆さんはもう超お金持ちなんじゃないかと思ってる人もいっぱいいると思うんですよ、ね、会社の多分まあ、ちょっと堀さん の,、はい、通帳見たことないんで分からないですけどただ多分ね会社ね IT で会社立ち上げられて IPO された方とかの方が絶対に持ってるんじゃないかなと思います。それは金が好きかゲームが好きかの差ですね。あ、うん、それありますよね。ただ私すごい思うのはやっぱやりがいとかやっぱ人にこれだけのことを届けたとかやりがい需要やりがいがあるからいいでしょうっていうことによって何かを押さえつけてきたんじゃないかというのはすごく感じます。だからいいだろうっていう理屈ですよ、うん、ドラッグに関われてるんだぜ、うん、よくない、うん、とか、うんうん、やっぱそういう部分が、うん、それ俺今日も言っちゃったかもしれないわ、うん、会社で MF に関われてるの、うん、こんないいプロジェクトないよねっつって頑張ってやってダッつってかもしれないですね。結構その産業永遠のテーマだなそれ、うん、産業って例えばアニメとかも、ね、僕らもファミ通にいるんだからとかってそうですよね。話になりがちですもん、うん、でもそれはそれで価値だからいいんじゃない、まあ、価値なんですよね、うん、価値は価値なんでしょうけど、うん、それが大事な人っているしいますよね、うんうん、逆になんかそういう金銭的なんだかとか堀さんでも結構避けたい人もいます、うん、今のカットですよ。でもドラクエとか FF とかいうものが果たしたなんていうかね商業的価値に比べるとっていうのはちょっと念頭あるんだ。うん、やっぱりその誰がやっぱどれだけそれを認めてるかとかあと本人はやっぱ言いづらいじゃないですか、うん、俺はこれだけやったからこれだけくれってやっぱ業界として日本人特にそういうの下手かなってありますね、うん、あでも IT 系だとそういう人結構増えてきてるし多いですね、うん、びっくりするぐらいびっくりするぐらい、うん、はい、うん、そうですね日本でもそういうのあるしね、うん、そうですね、ね
例えばなんか最近はそうなってきたんですかね。そうだね、昔とはちょっと違いますよ、ね、ゲームの業界のものを実際作られてる方っていうか、うん、奥ゆかしいというかあんまりそういう奥ゆかしい、うん、アピールをやっぱり、うん、あそれってもしかしたら漫画家さんもそうかもしれない、まあ、コアなコンテンツを作る人であればあるほど少し世俗から離れていくっていうのはセオリーであるから、うんうん、でも学生を相手されてるじゃないですかずっと、うん、その学生が昔 その学生だったりとか若者がゲーム業界を志すのと今の学生が志すのってやっぱ環境の違いによって変化あるじゃないですか、うん、今の学生って今みたいなテーマの話聞いた時どういう反応します？一旗あげたいとか、きちんと分かってる、分かってるんですね、うん、クレバー、一旗あげようっていうようなやつは学生のうちから一旗あげてる、ああなるほど、学生の企業も多いですしね、うんうん、最近クラウドファンディングだなんだとかそうですね、上げやすい環境があることを、ね、一般の人も上がってますしね、うんうん、僕らの時ってそんなやついなかったんですけどね、まあ、それでに面白いゲームだったらポッと出して売れちゃうしね、そこですよね、うん、ディストリビューションの方法がまるで変わってしまったので、うん、そうですよね、メーザーにね直接届けられるんですよね、だから変になんか大きい会社入って何年も修行するみたいなことなんて何でするんですかみたいな、うん、増えてきちゃってるのかもしれないですよね、うん、まあなんかあの有機野菜の直販みたいな感じだから、うん、なんかちょっと火がついていいねってなっちゃったら思ったよりもガッとね、うん、ちゃんとこうなんていうのきちんとしたものを作ってそれを直接販売できるルートがあってでそれが評価されてでそこそこ売れるっていうのはいい流れだし、うんうんうん、そうですよね、ユニティとかの登場もね、今って実際ゲームの業界ってそういう方向に進んでるんですかね、その顔が見えるところまで実際できる環境にあると思うんですけど、そういう人たちがそんなにいっぱいいるかっていうと、うん、僕はあんま見えてないかもしれないですね。その分野も割と日本の人よりも海外の若者の方が当たり前のように入ってきた場所ですよね、うん、スマホでいくとそれこそ売り切りだったりとか、うん、まあ広告モデルのどっちかというと運営型じゃないもので少人数でこう、うんうん、ああインディズニー的な発表やってるのはイメージが、うん、スクーニーに、ね、いて、うん、ドラクエ実際ねドラクエのね堀さんと2人で知らないみたいなドラクエやってて、ね、で実はこの安藤さんに2回目出てもらったんですけど、うん、安藤さんとまた同い年い安藤さんが1個上でしたっけ、うん、だから多分同い年かな、うん、同じ学年か1個上かな、うん、はい、76年です僕の77年の早生まれ、早生まれ、うん、学年が一緒なんですね、そうですね、うん、で安藤さんが1個上だけど会社入ったのはそうです。渡辺さんの方が1個入る、あ、俺の方がね、1個下ですよ、あ、1個下ですよ、あ、なんか1個下、1個下だけど、そう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 、1個下だけど、あれですよ、あの俺の方が上司になる、上司になっちゃった安藤さんの上司になっちゃった、うん、ね、渡辺さん机にで、DNA でじゃないですか、これ今話聞いててなるほどなと思ったのは、うん、この先ね、政界に入られて、うん、でそのうちのゲーム事業大臣になるから、やっぱり、ね、今のうちに仲良くしとこうと思って、本当にね、ゲーム大臣、私50歳になったら渡辺君政治家になるんですけどあのやっぱねコンテンツを生み出すってところの保護とやっぱりそのバックアップを本気でやらないと、うん、そうですよね、うん、やっぱすごくやっぱりあのフランスもね韓国もね、うん、羨ましいですよね、うん、やっぱり、うん、それは本当そう思います、そういう形で今日ね、うん、多分ね今までの夜発とねまるで毛色が違うんですよ、うん、もうお気づきだと思いますけど、いや本当に遠藤さんと俺の後ろにホワイトボード欲しいですもんね、ですよね、こうかけながらこうで渡辺さんね、うん、これだけもう理路整然と話されて、うん、天下の東大の方の出身なんですよね、はい、でもね当時東大出てストレートで卒業してゲーム業界くれて、はい、いなかったっすから、まあもうそれでも、まあ、それで暴れん坊とかエニックスだってまだあれですから、ね、まあ、頭おかしい、東証一部がいないっすその時点で頭おかしいっすよ、ね、エニックスの方ですもんね、エニックスからのスクエニックスですから、だから私は未だにね会社でよくねクレイジーって言われます、見方的に渡部さんはそのちょっと政治的な面だったり社会的な意味でのゲームの存在と、でもそれを泥臭い現場のねビジネスも経てきていてって人が政界上がったりとかしてって面白いと思うじゃないですか、それと今日アカデミックにあれだけの伝説を残されてゲームの神様とそうっすよ、ね、なってらっしゃる方がアカデミックに行ってるっていうのとポリティカルなところをね気にしてるっていうのはこれね夜八としてはね面白い、いつもゲーム作ってた人を呼んでバカ騒ぎするだけじゃないよ、うん、お話ししたいな、私遠藤さんにちょっといろいろお聞きしてもいいですか、もうみんな聞きたい、さっきのね、うん、やっぱり私さっきした質問、うん、そのこう何かなゲームを私 PS のドラゴン5を作った時めちゃめちゃ売れたんですよ、うん、あれめちゃめちゃ売れたんですよ、170万本ぐらい売れたんですよ、ね、であの当時こだわってたのがいくつかあって、やっぱり初の 3D のモンスターだったり、うん、初の CD 音源だったり、うん、初めて
モンスターを 3D にした時に動きが分かんないんですよ、うん、モンスターの動きとか、うん、あと裏側とか立体感どうなってるか、うん、それをアルテピアッツァのメンバーの方々がすごいスピードですごいクオリティで上げてってくれたんですね、うんうんうん、でめちゃめちゃ感謝をしていて、うん、物としての評価を2チャンネルとか見ててもねすごいいや面白いみたいな出てた時にやっぱすごい言いたいんですよね、うん、彼ら、うん、彼らの力なんだよみたいな、うんうん、どうやったらいいんですかねこれって開発者も別に書きゃいいだけだよね。いやいやこれを全部のゲーム、うん、あると思うんですよ。もちろんあるの で、 でそれを言ってくれる会社と言ってくれない会社っていうのはもちろん世の中にありますよね、うん、だから外注してるくせに、うん、あの外注してないことでお願いしますっていう契約の会社ってありますよね、うん、そうですよね。多々ありますそっちの方がちょっと多いんですかね。で、うん、まあはっきり言っちゃうと関係のがそういう会社多いし、おおで今の使うよ。なんともこうコメントしづらい。スクエニとかっていうのはどこが作ってるっていうのはちゃんと、まあ、いいフレッシュで、ね、僕らもそうですからね。開発前から散々言ってね分かってるやつはちゃんとそこまで含めて見ててくれるんで、うん、言うまでのこともないんだけど、うん、所詮ウィキとかね、うん、みたいなデータの集めおーおー、はい、俺ウィキペディアにねいつも寄付してます。ミキ好き、ね、それはわかる、うん、それはなくなってもらうとちょっと困る。ミキの社会的意義はねありますよね。でもミキの中身っていうのは、ね、年齢とか間違って書いてあったりとかするし、ね、私がすごくこれをすごく思うのはやっぱりメディアの方々が、うん、もっと伝えてほしいなってっていうところなんですよ。それ以前に SNS があるんだから一時情報で書けばっていうだけで今はそうですね。そっちの方がより確実だし、そうか、うん、今ってそれだと割となんだろ う、ねうん、オープンになってきたし SNS も含めて一般のユーザーさんと開発者が情報を交換し合うのって楽になったじゃないですか、うん、昔から比べたらはるかに楽ですよね、うん、でも遠藤さんは多分、うん、ゲーム業界ですごく黎明の時からゲームを作った人として有名だった人たちの最たる始まりの一つだったと思うんですよ、うんうんうん、で今ご覧になられてどう思われます？あの時って有名なゲーム作ってるよってこの人が作ったんだって有名ですっていうのってなかなか簡単に創出できなかったじゃないですか、うんうん、でもその時代からやられてらっしゃる遠藤さんが今って我々もそうですけどこういう番組やってるのもしっかりで割と作ってる人間が遊んでる人に対して何かメッセージ発信しましょうっていうのがだいぶ楽になったし見る人も多くなったしっていうので環境は30年35年経て変わったわけですよね。どういうふうにご覧になられてます？いや別にどうかなどうでもいいんじゃないっていうやりたいやつは前から言ってたし。あ、まあそうですね、うん、遠藤さんはその一人ですもんね、うん、僕なんか2チャンネル2時詰めで帰ってくからね。いや、そうですね、降臨してましたもんね。そうですね、確かにそれとも自分で探られてて、うん、よくやりますよね、うん、やりますっていうか一時情報だしはい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 、はい、まあ、なんかメディアと一時情報が重要じゃないかっていうのの観点で見ると遠藤さんから見てそれこそファミ通さんとかってどういうその、まあ、伝えるための媒介じゃないけど、うん、そういう感覚なんですかね、うん、あだからメディアのなんかこう伝わっていろいろ会社の都合があって内容が変わって出てくるいやそこが結構問題なんじゃないですか、はい、一時情報じゃないってことですか、うん、だからそれに関連される情報は決して一時情報じゃないんだけどもはいはい、はい、それは、うん、伝えたい人たち、うんうん、でそれを必要としてる人たちにとって、うん、いい解釈なようにアレンジされてるっていう、うんうん、だから何を信じるかっていうのはもう宗教みたいなもんで、うんうん、ファミ通さんを信じるっていうのはそれはそれでよくてそうやってファミ通カラーっていうのはやっぱり嫌だけど、はいはい、で他の情報とか、ね、まあサイトとかもそうなんだけども、うん、やっぱりそのサイト独特のなるほど、ね、やっぱりカラーがあるから、うん、そのカラーが好きでそうなってるやっぱり受け手が情報を自分で取捨選択したり、うん、ちゃんとあこれは本当っぽいなとかをやっぱり選ばないといけない。私も実はそう思っててメンバーにも言ってるのが私は実はウィキペディアに寄付はしてますけど、うん、メンバーにウィキペディアの情報は全然正しくないって言ってるんですよ、うんうん、なぜかまず私のことを正しく書いてますしそうそうで三宅優というね方の、うん、スケニーのエグゼクルさんの項目を見ると、うん、ドラゴンクエスト5のプロデューサーとか書いてあるんですよ、うん、まあプロデューサーは私なんですかその点違 う、 そうだからそれ例を伝えてそんなばっかりだよね。そんなばっかりじゃないですか、うん、でただその
放置してていいのかなとか、業界全体としてこれって正しく伝えるべきなんじゃないのかなとか、なんかこうそこの努力っていうのをユーザーとか視聴者聞いてる人にお前ちゃんと正しい情報をつかめて委ねていいのか、すごくやっぱり悩む時あって、なんだかそうすごくうちのメンバーでも真面目なやつがすっごい嘘の情報に引っかかってるんですよ。でこうらしいっすよみたいな、いやそんなわけねえだろうと、それはある、それはある。だから結構難しいなと思ってまして、でやっぱりはあれなんですか、ゲーム開発者メーカー作ったりプロ野球メーカー、うん、あ違います。でも遠藤さんの先ほどの話だと阿部さんいろいろ都合があって情報が変わっちゃうんですよゲーム開発者メーカーは正しいものを書けるわかんないですよ。だって過去の作品とかだったらわかんないですよ。あとねやっぱ実際に俺が企業が載せながらないか、あと俺がこれやった系の話って結構難しい、あその話はよく出る、うん、誰が作ったのか問題、誰が作ったのかってみんなで作ってんだからみんなで作ったんで、うん、みんな俺が作ったっていいじゃんって思うんだよね、うん、あの全然その枠の中に入ってない人も作ったって言ってきてるからそこもいろいろお前もいなかったよ問題。いやよく新作プレゼンされる時に、うん、もうよくあるあるはもっとドラクエと FF を作ってましたっていうのが、うん、ドラクエと FF を作ってましたっていうのは基本だからいやでもねただちょっとね一個ねこれね正確に訂正させていただきたいんですが、ドラクエを作ってた人って言える人ってめっちゃ少ないですよ、うん、あ、はいはい、今までドラクエの歴史ってもう30年ぐらいになりますけど、うん、本当にスタッフロール見ていただきたいんですけど、うん、ドラクエで実際プロデューサーっていうポジションでやった人って10人いないですよ、うん、なるほどなるほど。だからっていうのは今この場を借りて訂正させて、うん、ドラクエのグラフィックでね芝生のテクスチャー作ってるやつだったらドラクエ、あ、まあまあそうですね、まあまあ、ドラクエとか、まあ、全部そうですけど開発に参加していたやつ、難しいプロジェクトのメンバーにの一つにいたんですよっていうことと、そうなんです、そうじゃないその業界ごろ的なに、うん、人もいます。業界頃はなんかもう持ってのほかなんだけど、別に俺テクスチャー書いてた人が作ったって言ってもいいと、ね、キャバクラ行った時俺ドラクエ作ったんだ全然 OK だよ、ね、それはまあね、それはまあね、キャバクラだったらいいと思います。キャバクラだったら私もレートン作ったとか言いますか大嘘じゃない僕もあのテトリス作った、ね、言いますよねあれやったことあるんですか、あのね、まあね、Gモードでね、海外版のテトリス、ね、やってましたね、うん、テトリス僕は OS の違うやつを作った、テトリス僕は本当に作ってました、実際作られた、そうっすよね、実際作られたプログラムしてましたからね、うん、面白い、だってあの当時テトリスの種類むっちゃ良かったっすね、めちゃ良かったっすね、 Gモードさんのテトリスって、僕テトリス2002を初めで、うん、私はね、アリカさんのグランドマスター好きですね、 あれが一番面白かったっすね、はいはい、テトリス2かな、ファミコン、いやあれ面白かったですね、それこそ黎明ですね、テトリスの違いで1時間ぐらい話します、話します、テトリスエピソードは結構あります、最初にね、知り合った時盛り上がったの、ね、テトリスのセガテトリスの話しましたね、いつが一番初めてなんですか、渋谷です、渋谷の1回目って、渋谷の1回目です、2年ぐらい前です、2年ぐらい前ですね、ですね、でまだレコードキーパーも出てなくて、そうですね、でその時飲んだ時に、はい、この DNA からヒットが絶対に出るって予言したんですよ、その時しました、で半年後レコードキーパーって、うん、っていうか僕その時に話して、俺いたけど飲んでて覚えてねえな、うん、あのね、笠さんめっちゃ酔っ払ってた、いつも酔っ払ってた、めっちゃ酔っ払ってた、その時にすごい話して、まあ、DNA さんこれはあれね、違うなっていう思ったのもそこでしたけど、その時に僕が言ったのは、渡辺さんに言ったのは、渡辺さん DNA にいないでくださいっていうのは言ったよ、この発言ね、またざわつく、これまずいか俺もね、今ね、どういうお声ただ今のも、ね、今のも使っていいなんかね、ゲーム違う、正確に言うと俺正確に覚えてて、うん、うちの会社の連中もいてすごい、何なんすか高橋さんって言ったのが、言い方があるんだけど、渡辺さん、なんでモバゲーいいんすか、渡辺さんモバゲーいるの業界の損失です、うん、言ったよ、なんか、うん、で、うちの他の社員、同席してた社員、ちょっとイラッとしてたけど、渡辺さんいてもいいじゃねえかよ、みたいな渋谷、門外不出だって、散財されるまここで大解放しちゃった、大丈夫、NG だよ、NG で大丈夫、まあ、それ言ってたの、でもなんかね、話せば話すほどゲーム、もともとゲーム屋さんでね、地べたでゲーム作ってた中でやってて、かつ DNA さんとかに意欲的に移ってやってて、で今いろんな、さっき話元からされましたけど、なんかちょっとマクロな視点でね、
ゲーム見れるってなかなかいないんですよ、うん、この業界にも、うん、そういう人がね本当ね政治家になってください。なんでゲーム事業ゲーム何ゲーム庁今あれ今ね庁あるんだからゲーム庁あってみせる今ね私あれですがだからあの失言をしないっていう訓練してますから失言が一番ない、まあね政治関連に言っちゃった、うん、ただ私もそうですしあと遠藤さんもねにもお世話になってるあのうちのババもそうですけど、うん、DNA に、ね、転職してすごく良かったんですよ、うんうんうん、ゲームをなぜ作るんですかっていう質問が来るんですよ、うんうんうん、だってスクエニ時代って当たり前じゃないですか、そうです、ね、何しに来たんやお前みたいな、なんでこの会社やるんだよ、その質問よくある登山家になんで山に登るんですか、そうそう近いでそのスクエニ時代ってそれこそね、うん、安藤さんもそうだし、うんね、岩野とかもそうだし、うん、みんなその助けとかあの辺の連中と仕事してる中でそんな質問来ないわけですよ、うん、どうやったら面白いゲームが作れますか、うん、どうやって売れますか、うんどうしよう、新しい新鮮ですね。で、転職した時にやっぱりすごく聞かれたのは渡辺さん、ゲーム業界って何年目なんですか、ちょうど転職した時は13年目だったんですね、うん、で、13年目だねーってなんで続けてるんですかと、なんでゲーム作ってるんですかって、で、僕も今ゲームの授業やってて3年ぐらい、うん、本当にゲーム作るのも楽しいし一生懸命やってますと、ただやっぱ続けられる自信が、うんないし、やっぱそれは聞きたいみたいな話とか、やっぱそんな時にね、やっぱちゃんと答えられなくて、やっぱ自分の中で、すぐやめた方がいいって言いますよね。うん、でもね、やめた方がいい、やめた方がいい。俺ね、それちょっと違うじゃないですか。やっぱりそれは別にゲームを作りたくなくて聞いてきてるわけじゃないですか。はい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 。いろんな授業があるんですよ、世の中って。いろんな仕事があるわけですよ。うんね、漆塗りのね、職人になってもいいし、いろんな無限の可能性があるし、そういう才能がある人たちいる中で。やっぱりね、今これだけ情報があれば、うん、旬なさっき言ってた旬な事業みたいな、うん、耳に入ってくるし、うん、やっぱその時に、うん、やっぱりゲームを作るってことを、うん、なぜ選ぶのかっていうすごくプリミティブな、うん、やっぱ質問を、うん、ものすごいピュアに聞いてくるわけですよ、うん、これは、はい、答えないかんと偉いな、政治家向けですね、俺だったらやめた方がいいよっつって、でも、うん、学生、遠藤さん、本当生産聞いてきません、うん、なんかゲーム作るのああ確かとか、でもどうしてゲームを作るのかとか、ゲームを作ることに社会的な意義とかって、あんまり質問って、そういう質問ってあんまり出ないですか、作りたくてきてますね、来ないかな、ゲーム学科に来るのはそうだね、そうですよね、もともと好き で、うん、でゲームでやっぱり面白さを提供したいとか、うん、完全にだからなんだろう、まあ、僕のところに来るのは、まあ、それこそきちんとした奴らが来るんで、うん、おもてなしとしてのゲームっていう感覚は分かっててくるんで、なるほど、確かに遠藤さんの質問ってなんでゲーム作るんですかって、うん、でも遠藤さんがまさにそれ遠藤さん聞く必要ないかなって、遠藤さんがやっぱりそこまでゲームをやっぱりちゃんとの作り方とかをやっぱここまでこ、うん、ねこのタイムでやっぱりこれだけのキャリアの方がやっぱり勉強し直すというか、学生を取ってちゃんとあの伝えるべき立場になって伝えるんだっていうのって、うん、俺すごいなと思うんですよ、本当に。そうですね。で、遠藤さんがやっぱり今みたいな、なぜやっぱりゲームを作るのかって質問をされた時に なんて答えられるのかなっていうのはすごい興味があります、ね、もしされたらなんていうふうにお答えするんですか。え、なんでだろうな、フラストレーションから作ってっからな、ゲームは。ああ、はい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 、今こういうゲームで遊びたいからっていうのもあるし、うんうんうん、自分が遊びたいゲームがないからなんですね、うんうん、あ、まあ確かにね、なんで古いゲームとか自分の作ったゲームに興味がない、最新作には興味があるけど、うんうんうん、今一番面白いのはダダダ剣っていう、うん、ダダダ剣、うん、パンチ打ったりキックしたりするゲームで、まあ、まあ、去年の4年生が卒展で作ったゲームで、はい、まあ、年度代表作品みたいになってるけど、うん、単純にあのサンドバッグを叩いていい状態にした時人はどう思うのかっていうところを考えて、でサンドバッグってなかなかチャンスないから置いてあったらとりあえず叩いていいよってやったら叩くんで、確かにね、うん、日常で見かけないですか、叩くんだけどもそれがねこういう叩き方じゃないんだよ、うんうん、やっていいよって言ったら必ずみんな思いっきり行くのよ、思いっきり行ったら手怪我するよって言っても行くのよ一発は、はい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 、でこれはその感動を与えることがゲームだから、得点とかじゃなくてそれをちゃんと演出するようなものを作ればいけるよねっつって、まあ卒業展覧会で行列できてたけどね、
それってコンセプトすごい面白いですよね、まあ、コンセプトドリブンで作れっていうのがある、うんうん、あのコンセプトドリブンの話は、うん、なんかね僕もなんか今みたいにグミさんと一緒にやってからかな初めて聞かれたとかいうのがなんか、うん、そうどうやって作るんですかみたいな話、ね、あれが分かんないですね過程で来たスタートが分かんないですねそうみたいですね何から作り出すかがあのそうそうそう作り始めて例えばあの AI と一緒でアジェンダを与えて、うん、こういうゲーム作るよって言うと動く人多いですけど、うんうんうん、スタートが分かんないです で, みたいですね堀井さんと話してた時に、うん堀井さんと何かの話をしてた時にいい企画者の話をしたんですよ、うん、いい企画者の話をした時に同じような話が出て、うん、なんかね砂漠みたいな話をしててなんか水を垂らしても垂らしてもこう吸収して次々やっぱ欲しいものが出てくる、うんうん、やっぱそれをどう作るか話しに行ける人っていう話でやっぱその欲求がほとんどの人って尽きるんですよねこれだけ世の中にコンテンツがあって例えば今から、うん、今の遠藤さんの話でものすごくあの芯を食ってるというか、うん、やっぱりそんななんていうのとあのもう一度そこに自分も帰らなきゃいけないなってすごく思わせられた話なんですけど、うんうんはい、なんか自分これだけ世の中にスマートフォンもね、うん、コンソールもこれだけゲームあるわけですよ、うんうん、歴史で、で、まあ、山のようにありますよね、その中で俺が今遊びたいゲームがないって言い切れる人が、うん、そういうフラストレーションやっぱり、うん、そんなにどんどんコンテンツで積み上がるし、うん、いないんですよね、うん、あでそこが出てくる人がなるほどね、うん、やっぱり、はい、いいんだろうなと思っていて、何度か聞かれた時に思わず言ってしまったことがあるんですけど、いや別に作りたいものがもうそもそもないんだったら僕なんで作んのっていう、いや作んなきゃいけないそうだけどね、いやでも一方でプロジェクトとして作んなきゃいけなくて一方で変えてたけど作んなきゃいけなくなるじゃないですか、あの一方で作んなきゃいけないっていうのがよく分かんないな、本当にこれがさっき言ってた、うん、その業界のためとかその会社を、うん、じゃあまあ今社長やられてますけど会社は IMM の時代でもなかったっすか、そうそう、それこそ毎月毎月それこそこう月額課金制、あ月額のサイズだと毎月新作出さなきゃいけないっていうこう言ってもらってなかったですか、人によるのかもしれないですけど僕個人的にないですね、作りたいもの山のようにあって古いセクションにいたからだよ作りたいもの山のようにあるし、でも俺がね人生足りないなっていう思いしかなかった、当時は作りたいものがもういっぱいあったんですけど、今もなおありますけど、だからあんまり困らずに作るんですよね、端から作るじゃないか、いや本当でも、うん、僕だってこの研究とかあの先生とかみたいなもののきっかけっていうのは飯野健二が死んだことなんです、あでもそれ読みました、よくおっしゃってましたね、なんで、うん、あもう残り時間が限られてるんだったら、それは死というものを意識されたってことですか、うん、だから必ずいつか有限な時間しか、うん、リミットが感じられない時に残りの時間で自分にしかできないことは何なのかっていうのを突き詰めた結果として、なんだろう、ゲームを作ったことがあってそれなりに成功もしていて、うん、でいろんなことを経験していながら、うん、ちゃんと学術とか、うん、あとそういうメソッドとかっていうものをきちんと作れる、うん、実は、ゲームを教えるためのメソッドってゲームデザインそのもので、うん、だからゲームの作り方を、うんね、教えるのに、はいはいはい、あのつまらない方法で教えたくないのね、うん、なるほど、うん、だから面白い演習をやってるうちに、うんはい、ゲームのことがなんとなく分かってくるっていう状態じゃなくちゃなので、なるほど、それすごい、それすごいな、だからそれができるやつっていうのは他にいねえだろうなっていうのがあって、はいはいはい、これが僕は残りの人生を使って日本に残しておくべき、はい、日本のゲームに残していくべき、はいはいはい、強いては日本のゲームプレイヤーのプレイスタイルであり文化でありっていうものに対するお返しみたいな形っていうか集大成っていうの、その基礎を作っといて、あとは勉強すればいいじゃんっていう、だからすごく大事なのは俗人的だったらダメっていうのが大事で、うん、僕が教えるからできるじゃダメで、うん、誰が教えてもできる方法でもってできる演習を作るっていう、これが先生としては一番チャレンジャブル、お二人がねここまで話してる視点ってすごく共通軸食ってるのはそこなんですよ、多分俗人性を排除した話、私はね、違う視点でずっとゲームの授業を見てるんですけど、うん、授業にしたいんですよ、ね、そうですね、ゲームを1本だけ作る話じゃなくて、スタープレイヤーの話を2人ともしてないんです、うん、そうなんですよ、授業にしたいんですよ、それはでもね、結構徹底的にやったじゃないですか、やりますね、やったじゃないですか、やっぱり授業にしたいんですよね、で授業にするって方はもうおっしゃるとおりで俗人化ポイントをいかに減らすかって話で、私もねゲームの
構造をフレームワーク化して、うん、メモリストされたんですけど、うん、それを今から話したいんですけど、ホワイトボードがないホワイトボードいりますちょっとね、エドさんにね お聞きしたいのがあるんですけど、ちょっとカンペがあったんで、カンペでお願いします。カンペちょっとお待ちです。私のこれ、いわゆる渡辺フレームワーク、これ普通にうちのメンバーみんな知ってるんで伝えると、それともやっぱアカデミックなところがあるな。しょうがないよ、勉強してるんで。僕らは本当ね、テアーつって、テアーつって、テアーつって、テアーってやってるだけですからね。反省してます。でも東大はね、勉強になるよ。で勉強するにはいい場所なんで。例えばね、私ね、よくね、勉強しに行きたいな、また。あれなんですよ。これやってらっしゃいましたもんね。うん、これは渡辺フレームワークって説明したのが、うん、まず土台としてゲームデザインなんですね。うん、これジャンケンだったり、うん、テトリスだったり、うん、何でもいいんですよ。この、で、私そこから UI を切り出してるんですよ。うん、結構 UI を混ぜこぜにして、例えばマリオだったら十字キーで移動して、B ボタンでダッシュして A ボタンでジャンプするっていうことまで含めてゲームデザインっておっしゃる方がいるんですけど、私スマホになって UI って切り出されてるし、スマホって UI を定義してないので、あそこって結構 UI 作るの難しいんですね。実際スマホでヒット作るんですよ。なので UI 自体を上に切り出して、世界観レベルデザイン装備などのデータ、要するにここって俺データで見てるんですよ。 UI の入力のデータで見てるんですよ。で UI って今までプラットフォーマーがすごい定義してくれてたんですよ。コントローラーだったりマウスとキーボードだったり。だけどスマホになって UI の定義がなくなったんで、つむつむパズラモンストとか UI を作り出したゲームが勝ってるんですね。でデータがあってゲームデザイン、ゲームデザインそのままであっても、ゲームデザインは例えば他のゲームから拝借してきましたと、UI を変えます。例えばブレフロのゲー、ブレフロの UI は持っています、ただそのゲームデザインというのは何かというとサイクルのことですよね。例えばブレフロみたいなその街っていう概念で、アイテムを育てて、それを持っていっていくつか持っていけて、そこにも制約がついてっていうゲームデザインはしません、データも変えますっていうのは別のゲームなんですか、どうなんですか、何がパクリなんですかみたいな話って結構難しいので、私は結構このフレームワークで話してるんですよ。でその中で江戸さんすごいね、昔から、ね、聞きたかった、これ、俺ね今日本当にいい場があるなと思ってるんですけど、私遠藤さんってここめちゃくちゃすごいと思ってるんですよ。実は世界観キャラクター、要するに私すごいゼブスもそうですし、その私ゲームスタジオさんだと一番プレイしたゲームってファミコン版ウィザードリーだと思うんですけども、あそこに末海純さんを持ってきたりするのって世界観を作ってるじゃないですか。でゼビウスのすごいところも、当然ゲームデザインのところもすごいし、遠藤さんって結構ゲームデザイン、例えば先ほどからもそのサンドバッグを殴るとか、それこそじゃんけんとかかくれんぼを開発するプロフェッショナルじゃないかと思われるんですけど、私はね、実は私は遠藤さんというゲームクリエイターちょっと違う視点で見てて、やっぱりバキュラにキャラクター性があった、鋭いな。であれだけシューティングゲームっていうジャンルで、それこそあれってもともとベトナム戦争のねゲームデザインだったの、世界観を変えられてってところで、やっぱりキャラクターを作る人って所詮データなんだけども、歴史に残るのってここなんじゃないかと思ってさ、ピカチュウもそうだし、ドラクエもね、FF もそうですけども、ここが実はすごい重要で、遠藤さんってそのドラゴンもそうですし、その本当にウィザードリーを持ってくるにしても、いやこれじゃダメでしょと変えられてるところで、ここって実は所詮一データに見えるんだけども、すげえ重要なんじゃないっていうのを、実は私は一緒に僭越ながらゲームクリエイターの末端にいるものとしてすごい影響を受けてるんです、実は。それこそ今まとめられようとされてることとか、ゲームのデザインの話って結構こっちの方がフォーカスされてるなと思っていて、それだけでいいのかなっていうのが、学問的にその部分ってどうか。いや、世界観っていうのはもうすでに研究は進んでいるんだけども、日本人が世界観っていうものを印象を捉えるときにものすごい頻度が高い、で実は思い出補正がゲームにあるっていうことを調査で明らかにしたのがあって、まあそれはいいんだけども、問題は思い出補正がある以外のところにピークが一つあって、これが、女性が二十歳ぐらいの時にやったゲームに対する印象が強いのね。でその理由っていうのが、ほぼ世界観だ。でそうやって他のものを見ると、ロールプレイングゲームの
どこ一番面白い、あの一番なんだろう、みんなが一番印象に残ってる、うん、ゲームって実はドラクエ3なのね、うん、ドラクエ3がみんな広く見た時にみんな印象に残ってる、うん、でその辺にあるものっていうのは全て世界観が良かったとかキャラクターが良かったとか話が良かったとかっていうような、日本人はそこが好きなんだよね。でもあの結構私ドラクエ好きだったんですけど、うん、ドラクエ3ってそんなにキャラクターが立ってるとか、いや立ってるとかじゃなくて、ないですよね、それがナラティブなの。出たナラティブだね、そう必ず今日出るはずだったワードなんですよ、ナラティブ。なるほど、だから作り込んだものとは別に、うん、まあゼビウスもナラティブなんだけども、うん、結局のところね、うん、だって敵の名前とかっていうのは分かったからって何なんだって思うけど、その敵の名前が持ってる何とも言えない雰囲気とかっていうのが、それを受けた人の中にストーリーと感じてしまったりとか、うん、そうなんです。しかも、もうこなんかもう一ファンみたいになってるから一応あれなんですけど、お伝えするとソルバルーって単語めちゃめちゃかっこよくないですか。本当そうなんですよ。けど多分響きの世界に名前と動きとその時の効果で脳内で俺ら多分そうソルバルーって今日、ね、ナラティブの話になるで、それで完成してやっぱなるね、完成してできたものに対してそれが違和感なく受け取られるね、うん、ゲーム作った人のは分かるけど、はい、音ってどんな変な音を当てようとも製品として出た時に世の中の人はそれが最適の音と思うんですよ。まさにそうなんですよ。この話俺昨日考えました。ドラえもんの歩く音、これのことなんです、これのことなんです。ドラえもんの歩く音、そうですよね。そう、それも同じでキャラクターの名前っていうのは出た時についてたのを最適と思うんで、そうなんですよね。ちなみに俺ね、今の音の話で言うと、私ドラゴンクエスト8っていうゲームを海外に持っていくプロデューサーでやってたんです。ちょっとドラゴンクエスト7がねやっぱりあんまりヒットしてなくて、やっぱ8で売りたい、はい、他のシリーズに比べるとね、はい、でまず私がやったのがドラゴンクエストの商標で売りたいと、うん、そこまでドラゴンウォリアーだったんで、はいはい、E3 で SC さんのブースにも並べてほしいからな、うん、SC さんの会社行ってアメリカの交渉する、うん、SC さんのブースにも置いてよと言うと、うん、言われたのが、なんで呪文打った時マラマラマラって言うのって、うん、あとなんで街出た時にザッザッザッって言うのって言われて、えっつってそこはなんかドラゴンクエストってそういうもんなんだけどっていう説明をするんだけれども、初見の海外の人から見ると違和感でしかない、分かんない、すげえ悩みました、ね、もうすでに 3D ゲームいっぱいある中でね、そうそうそう出てきましたからね。それって受け取る方の感覚の差っていうのがあって、今それを結構認知的な問題からいろいろ考えてる中で、使ってる文字の文化によって受け取り方が違うっていうのがあって、でそれはよく日本のゲームとの海外との違いの中でも言うんだけども、漢字とかアルファベットとかね、アルファベットの認識と漢字の認識っていうので全然違うって、見なしの能力が全く違うっていう、そうなんですよ。それで表意文字と表音文字とかに関わるところですよね。あとやっぱあれが多いんだよね、キャラクター数が、キャラクター数ってあのテキストのキャラクター数が日本語って多いから、堀井さんとそのセリフ周りを話してた時も、堀井さんと話した時はパッと見て読んでないんだけど意味が伝わるように、周辺視野レベルで意味が伝わるって書かれるんですよね、堀井さん。剣と書くか剣と書くか、剣と書くんだったら開こうと、剣と書くんだったら漢字の方がいいとか、そこありますね。やっぱすごくね、文字を割と絵的に捉えてるところがある。でも鋼の日本人全部すべからくそうだと思うんですよ最近は。鋼の剣も文化になってから特に、鋼の剣も鉄の剣もどっちも英語にするとアイアンソードなんですよね。あ、はいはい。だからそこがスチールソードじゃないですか。スチールソードもあるんですけど、でも普通に訳すとそうなんですよ。なんでどうしようか、あんまそこの区別がない。そうなんです。結構日本語ってやっぱり豊かな言語なんだな。ドラクエからしたら鉄の剣と鋼の剣じゃ偉い違いですか。ねえ、なんだ、鉄の剣だから鉄の斧が流れます。間に一回ね、鎖鎌入りますから。鎖鎌いいか飛ばそうかなみたいな。鎖鎌飛ばして鋼の剣買うか鉄の剣買うか。話がワッと来ちゃったんですけど、ナラティブのね話って何年か前に僕もお聞きして、うん、なるほど、いろんなことをこれでいろいろこう解釈すると少し鼻通りが良くなるんだなって、うん、すごくあの時も感じたんですけど、これはどんなものなのかっていうのをちょっと江野さんからじゃあもうこれっすよ、講義していただいて、これで講義しましょうか、講義しましょうか。なんかめんどくさそうナラティブとはっていうね、ナラティブって日本語にすると何ていう、
日本語にした時にはストーリーと同じなんで、うん、物語になっちゃう。物語性ですか。でもこれイコールなんですか、日本語、日本語の物語。このまま日本人が解釈するのは難しいですよね。そう、そのまま日本人が解釈するのは難しい、うん、ストーリーとナラティブっていうのは別のもので、別なんですね、うん、ストーリーは全ての人が同じように受け取れる情報がストーリー。ナラティブっていうのは、うん、限定された情報しか与えられずに、物語自体がそれの受け手の中に形成されていくものがナラティブ。なんでゲームはナラティブでしかありえないわけなんです、うんうん、それの塊なわけですよ、うんうん、確かに。これってあれですね、限定的な情報でストーリーを語るみたいな、うんうん、語ってすらいない、うんうん、限定的な情報を与えると、うん、受け手がそれを勝手にストーリーとして醸成する感じ。インタラクティブだからですね、ゲームが。それがきっとさっき言ってた音の話もそうなんですけど、うん、もうすでに与えられてるものの中から醸成されたりもするんですよ、うん、だからどっちが先かとかも限定しないんですよね、うん、例えば、うん、今ここの場でね、テーテレレレテテーテレレレレレレレってなったら、みんなあることを想像するわけなんですね、うん、それもなら、ここが10、それ受け手が10。ゲームだけじゃなくて本当水戸黄門音楽、うん、あれした時に何を思い浮かべるかに近いわけですよね。そう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 、それ私それがしかも人によってその歴史背景とか文化によって変わるんですよ。うっかり八兵衛を思い浮かべるのか、黄門、うんうん、様がやるのか、それはだからたったかたたって言っても、うん、水戸黄門一回も見たことのない人は分かる。なるほど、大きな渡る世間を僕ら見て感じで起きるじゃない、うん、そうなんですよ、ね、私この話これけどすごい面白い。この話5年、あ、7年ぐらい前の GDC で、うんうん、あの当時 FPS でバイオショックっていうのが売れたんです。はいはいはい、はい、皆さんご存知ですかね。はい、でバイオショックが売れた時に、バイオショックがなぜ売れたのかっていう講演があったんです。こんなにかぶってます。そうそう、うん、でその時にバイオショックで初めて FPS にストーリーとか世界観を持ち込んだと言われていて、ただその時に彼らは実は作る前にリサーチをしてたって話なんです。ユーザーリサーチ、はいはい、そのユーザーリサーチはこれね、普通に、ね、多分ネット検索したら出てくるんで、うん、皆さん検索してもらったらいいと思いますけど、うん、何をしたかというと、ゲームプレイヤーはどれだけストーリーをちゃんと読んでますかって。なるほどなるほど、はい、で結果調べた結果何かっつうと、6割は読んでないと、うん、まず6割は全く気にしてません、うん、どうでしょうね、ブルーマンなんかもうバンバン飛ばす。そうで、まあ、まあ俺も基本スキップ機能スキップスキップで、3割は結構出てくる情報気にしてます。1割は本当に理解しようとしてます、うん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 、でその時 に、 確かにあの FPS ってもうあのバイオショックってあの後発だったんで、しかもあの少人数だったんですね、うん、あのチーム手で、うん、何かストーリー性を入れたいんだけど、うん、あのこういうデータが出たから普通にストーリーを見せてるだけじゃユーザー来ないって言ったのあれにしたんですよ、レコーダーを拾うシステムにしたんですね、うん、慣れてるんですよね、うん、レコーダーを拾えば拾うほど情報は入ってくるけど、それの結果こういうストーリー、あの水中に沈んだ、うん、あの水あの都市がこういう風になってこういう実験が行われてこうだったんだなっていうのって分かる人は分かるし、うん、分かんない人は分かんないみたいなシステムにしたんですよ。でそれが成功したって話をしていて、それは本当に結構ナラティブな感覚なんだなとはすごく思いました、うんうんうん、その時代あたりからナラティブっていうのになって、GDC もなんだろう、ライティングアワードがライティングからナラティブアワードに変わった。へー、ナラティブアワードなんですね、ライティングじゃない。だからもう世界観をどう伝えていくかで、ユーザーの受け手によって、ね、それってゲームならではですよね。ゲームならではインタラクティブ言葉はそのくらいからできてるんだけども、でも実際にじゃあ日本はどうなのかっていうと、もう全然30年も前からナラティブ使ってるわけで、うん、ドラゴンクエストの、いやもっと明確なのがドラゴンクエストのあのなんだろう、なんか雨露のなんたらとか太陽の話とか3つのものを探してこいって言うんでしょ、あれは完全にナラティブ。で海外では3つのクエストがあって、そのクエストをそれぞれ別々でもいいから到達すると最終的に一つの目的が達成されるっていうのをメルセデス・ベンツのマークになぞらえてメルセデス・メソッドって呼んでるやつらがいるのね。で僕らはそれを称して、あ、ドラクエ方式のことね。はい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 、へえ、面白い。あれ、私がこれを集めてくるとこれになるよっていうね。僕らが当たり前に当たり前のように使ってることが、あのドラクエ方式のナラティブの一番分かりやすい部分で、でまあそれは結局あのどれを一番最初に取りに行ってもいいわけよ。そうですね。純不動ですよね。
簡単に撮れる人もいれば、うん、撮るのに苦労する人もいる、うん、撮るのに苦労した人にとってはその苦労したものはナラティブで、うん、その印象が強く残ってて、うん、あれが大変だったよなっていうナラティブなんだけど、うん、あっさりの人はもうあっさりで、うんうん、なんかあっさりした話だったねっていうナラティブになるわけですし、うん、堀井さんってゲームを一緒に何度か作らせてもらったんですけど、うん、堀井さんはプレイヤーが自由になってからがゲームだってやっぱ考えてて、彼って結構あのシナリオストーリーの人だと思われてるけど、うんうんうん、実はそうじゃないですよね、うんうんうん、ゲームの人なんですよ彼。だからそこがやっぱ彼の天才的なところで、うん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 、本当に俺はそこはすごい影響を受けてるんですけど、ポルトガでその船を取ったら、うんうん、まずジパング行くでしょ、でもジパング行くとヤマトノロチにやられるでしょっつって、いろいろ世界を旅するんだと。俺ジーパング行かなかったもんな、ゾンビの方行ったもんね。あ、ゾンビみたいな、はい、でもそれがナラティブだし、ナラティブ。そうなんですよ。で、わざとあれってジーパングのヤマトノオロチを強くしてるんですよ。はいはいはい、負けさせない、まず日本に行くだろうと。まっすぐ行ったらもうどうやったら歯が立つんだっていうね。堀井さんって結構ここの人なんですよ。わかります。で、俺が言うと遠藤さんって遠藤さんそこね、こっちなんですよね。あの、で、ね、遠藤さんっていろんなゲームのデザインにこれを持ち込める人なんですよ、うん。だからゼビウスをやっぱりああできて、あのでスターホースとかはこうならないです。どちらかっていうとドッターっていう方がゼビウスに強い。ちなみにあれって自分でドット打たれてる？ゼビウスは全て、あ、マップ以外の全てのキャラクター僕はドットで打ってて、あの時って結構私あの当時ユーザーでやってたんですけど、あの結構あれですよね、ドットのレベルが高いって評判で、あれですよね、うん、結構色づくとか、そうなんだっけ、灰色の作り方とか、ライティングを初めてドットに持ち込んで、だからレイトレーシングの技術をっていうデータがパースオーバー、うん、オーバーしますからね。そうそうそう、ご自身で歌うの？そうだよ。もうね、僕さっき渡部さんがそのどんな話するのかなと思って、ここだ、この上のデザイン、あの N さんデザインの人です、この上にある。渡部さんの世界観の話を鋭く突っ込んだ時に、多分みんなが思う通り、うん、N さん今でこそねアカデミックなこともされてるから、うん、ゲームデザイン論とかゲーム論みたいなものを授業としてされてるから、下の方のイメージってどうしても強いはずなんですよ、今最近知った人たちも含めて、うん、でも渡部さんが切り口で一番初めに世界観の話したから、やっぱさすが鋭いなって思ったんですけど、僕仕事まあ、なりによく分かってない時から一緒させていただいて、うん、N さんはまあ言っても欲張りですから全部なんですよ正解は。正解はね、あの N さん全部やりたいんですよ。全部好きだし全部やりたくし全部に対して口出しするしね、うん、で俺こんな限定的じゃねえよと。で俺も初めにはゼビウスとかドラーガとかゲームシステムとして有名じゃないですか、うんうん、こういうゲームシステムって当時初だったんですよ、うんうん、から入ってくるから僕もそういう知識でいたんですけど、僕が一番最初にいくつかあの仕事たくさんいろんなことお前だからダメなんだよって言われたんですけど、一つ印象深いなと思ったのは、あるゲームを作った時にそのユーザー そのキャラクターの名前をねたくさん作んなきゃいけないゲームだったんですよ。結構あのブリーディングに近いゲームだってフォースユニオンってやつやった時ですけど、あのメインプログラマーはうちのブレフロのメインプログラマーの杉山と僕らでやってたんですけど、そのゲーム作った時に何かに関わっていただけるってことで、でちょっと僕たち手が回らなかったのもあって、もうすでに神様で現れた A のさんに、 A さん名前いっぱい人だから名前のリストをくれませんかってお願いしたら、あ全然いいよ、もう何でもやりたい、やるからって、やりたい、今もうやりたくしょうがないわみたいになってかかった時なんですよね。なんか作りたくてしょうもない時期がこうサイクルくるらしくるっておっしゃってたんですけど、その時にやっていただいたんですよ。もうその時に英語圏の名前と性別と姓名で、あのドイツ語の声明とかって全部もう出していただいて、うん、もうこんなにいらないですぐらい最終的に、うん、絶対入らないですみたいな言ったんですけど、その時に、うん、すごく世界観とかなんとかで、それも多分ナラティブの話に、ね、今あの時ナラティブな言葉なかったんですけど、うん、なんか通じてくるなと思ったのは、うん、陣営とかねあるんだろう、あるんだろう、その陣営を分けるための何かを表現するために雰囲気を借りる、そうですね、ちゃんとそこで表現しなきゃダメだという話で、で結果的にそのセットをちゃんと作ったんですよね、はい、英語の名字にフランス語の名前じゃおかしいだろっていう話で分けたんですけど、そういうのはねもうすでにその時に色濃かったんですよ、ね、この話ってドラクエってもともとイギリスなんですよ、あ、はいはい、だからエジンバラとかあの辺の雰囲気で、ね、地名もそうですよね、うん、そうあのロンダルキア、お城の雰囲気とか、だからボイスを取る時ロンドンで取ったんですよ、
あ、そうなんですか。ロンドンの俳優銃で、でそれこそ鉛も入れて、でそれがあの実際アメリカとかアメリカも含めて評価されたんですけど、要するに世界観ナラティブって、そこまでこだわんないと、例えばあれ、ああいうこの間テレビ CM 何でしたっけ、ドラクエのやつ、そっちで撮ってましたね。あ、そう、あのドラクエの CM を結構ヨーロッパ圏で撮るんですよ、であのニュージーランドとか撮らないんですよ、で何かっつうと、そのやっぱりあの世界観とかお城の雰囲気とか、例えば石造りでああいう城を作ってる時に見たら、日本人ってやっぱ気づかないじゃないですか、だからファンタジーの世界だから、だけど見た人は、あ、これイギリスの世界なのかなって気づくんですね、その時にアメリカ英語話してたらおかしいんですよ。だから結構単語の後ろにローカルスタッフも E つけてるんですよ。 E つけるのがあのイギリス英語で OK と OK の話です、ね、そう E を取るとあれなんですよ、 E を取るとアメリカ英語なんですけど、だから結構その辺こだわってリリースしたら売れたんです。そこまでやらないといけないっていうのはすごい今のでか、あのやっぱそうなんだなと思ったんですけど、今の発注の仕方雑じゃないですか。雑なんだけどまさに今の話にとほとんど同じところで怒られたんですよ。そのシャーズナブルってあるだろ、皆さんシャーズナブルご存知ですよ、シャルラズナブル、シャルラズナブルかっていう人がいるんだよ、いるんですよね。だからお前それ知ってるかって言われて、いや知らないですって言ったら、だからだろうな、お前らはって。あれ、ジオンってドイツですね。ジオンは結構ドイツ、あ、ジオンですか、ジオンを取ってますよね、あの辺も、あの混ぜて、そう、でもあの辺も結局そういう世界観とか、後になってユーザーに残るナラティブを作り出す身だったら、そういうことをいろいろ勉強して知っとけ。だからそうね、富野さんって結構考えて、知らないからできないんだ、考えて作られてたんですよね。作られてたんですよ。そこまでやってるんですよ。すごい手紙そうなんですけど、ダンジョン飯って漫画で、あ、すごい偉いじゃないですか、あの作家さんとかのダンジョンに対する執着心半端ないらしいですよ。指示を調べるんですね。で、レンガの積み方から階層が浅いところ深いところ、もう過去のゲーム、ウィザードリーやる、他のもう文献全部見る、もうダンジョンとか地下牢とかもういろんなものを見た上で、あの1ページに入ってる、ダンジョン浅いところってまだ植物があったりね、そうそうそう、あそこまでクライムの内臓を抜かんとかって想像で書かなきゃいけない場合あるけど、スライムってどういうもんだっていうのを勉強するのに、もうスライム1個書くのに文献選ぶだけですごい金かかってるらしいんですよ。さっき言ってたナラティブの話って僕お聞き始めてしてから、あの2つの違い感じてて、で1つはそのなんだろう、もう積み重ねてきたものに対してのナラティブってやつと、さっきおっしゃってた音がそうじゃないですか、ゲームの音って繰り返シリーズで繰り返されることによって、初めに聴いた時に名曲と思わなかったものが3、4世代後は名曲になるって、これナラティブの一種なんですけど、でも絶対どっかに1個初見のナラティブがあるんですよね。何の前情報もないし、さっきのザッザッザッって音なんで鳴らすのって言った人は、多分その外人はドラクエ初ナラティブな売れてるじゃないですか。でも初ナラティブにこそ僕意味あると思って、さっきの後者の話でこのゲームの音いいよねっていう話って、多分に後発だったりとか繰り返しだったりとかすることによって感じたものっていうのがあるから、それって結構分かりやすい、みんながきっと体験したことある、さっきのダッダラララもそうだし、あれもそういうナラティブなんですよね。でもどっかで今話じゃないですけど、初見のはずで初めて見たはずなのにもうすでに感じるってやつあるじゃないですか、あれっていうのが多分人間がずっと繰り返してきた歴史だったり、繰り返してきたお作法だったりっていう知識がある人がそれを知っている上で作ったからこそ、なんだろうな、前世で知ってるぐらいの多分それだけど、日常生活で考えると本当にゲームだけじゃなくてテレビ CM だったりとか、そのいろんなところで感じするものをうまく取り入れて、私がそれを一番感じるのはアニメですね。アニメで、まあ宮崎駿さんもそうですし、あれ細田守さんもね、そうなんですけど、の映画を見てた時にめちゃめちゃ空が青いじゃないですか。いよいよ空青いんですよ、あの世界。はいはいはい、めちゃめちゃノスタルジー感じるんですよ。で、ノスタルジーを感じるって多分日本人だけだと思うんですけど、あの空の色みたいな。なんかね、あの辺をいかに訴えかけるかって、やっぱすごいコンテンツが心に残るかどうかって重要で。だって東京で生まれて、別にそんなに青い空見たことないやつが、青い空で田舎の原風景でちょっと淡い感じの田んぼを描かれてる、うわーこれ日本っぽい風景だよねって言ってるのを見ると、え、お前そんなとこ住んだことないよみたいな感じなんだけど、なんか夏休みを感じない。あの僕夏とかもそうですかね。僕らも東京生まれ東京育ちだから、あんな青空見たことないでも見ると
うわー夏休みだと思うじゃないですか。あれは人間のナラティブだよね。ナラティブ多分僕らの何かに刻み込まれてる。それはね、多分ね、ディープラーニングだよね。ディープラーニングだから、いろんなものをいろんなものとして見て、うん、夏休みの印象みたいなのが刷り込まれていって、うん、あ、なるほど。誰もランニングシャツ着てないけど、うん、ランニングシャツ自分の体験がないけど、坊主とかね、それを自分で体験してなくても、なるほどなるほど、その他のいろいろなデータの中から、うん、それは自分の体験として構築できる。宮崎駿さんって、実際に火を燃やしたことないやつが、あの、なんだっけ、パルシバルだっけ、あの、うん、ハウルの牧師の炎をかけないっつって、うん、実際パルシバル、うん、あの実際に炎、火つけて、うん、キャンプファイアしに行こうやって見せてるんですね、うん、こういう、そう、あのだから体験して勉強させればさせるほど体験したことないけれども知識としては持ってる人が増えると思うんですよ、うん、それっていいことなのか、うん、なるほどね、そのどうなのかっていうのが私自身は答えがなくて、うん、夜8続く